皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作ウェブチャンネル、どうもご視聴ありがとうございます。今日はですね、もうここに見えてると思うんですけども、こちら、エプソンのインクジェットプリンターで、型番が EP805AW、まあ、W っていうのは、まあ、ホワイトモデルなんで AW ということで、こちらの、2012年モデルの、まあ、家庭向けのインクジェットプリンターなんですけれど、こちらあ、まあ、いつも行ってるジャンクションのお店で、100円で売られてました、はい。まあ、100円のインクジェットプリンターなんてもうゴミでしょうっていうふうには思われるかもしれないですけど、まあ、多少ゴミでも、まあ、使えるかどうかをちょっと確かめてみたかったんで買ってきたわけですけれど、まあ、買ってきて、一番最初に、まあノズルがちゃんと生きてるかどうかっていうのを確認するために、まあ、ノズルチェックのパターンを、印字してみたんですが、はい、わかりますかね。まあ、このプリンターは、まあ、近年よくある6色インクのインクジェットなんですけれど、左からシアン、イエロー、ライトシアン、ブラック、マゼンタ、ライトマゼンタだと思うんですけど、まあ、シアンがちょっと出てない、イエローはまあまあ出てる、ライトシアンもまあまあ出てる、ブラックはほとんど出てない、マゼンタもひどくかすれちゃってる、で、まあ、ライトマゼンタはまあまあ大丈夫かなという感じなんですけれども、まあこれくらいだったらヘッドクリーニング何回かやればちゃんと元に戻るのかなと思って、まあちょっと中のインクどんなん使ってるのかなっていうのを思って、開けてみたんですけれど、中はこんな感じでしたね。各色、まあどの色とっても純正のインクが使われてないんですね。はい、コカインクのこうメーカーというかですね、売られてるブランドがもう本当にバラバラになって刺さっていたという感じなんですけれど、まあ、あのコカインクっていうのはまあご存知かと思うんですけれど、まあ正規の、メーカー製のインクではなくて、まあ、第三者のメーカーがまあその機種に使えるように互換性のあるカートリッジを使ってインクを売ってるんですけれども、まあ、値段がね本当にまあびっくりしたと思いますけど、まあ、純正がまあ5、6000円するものだとしたら、本当にもう1000円しないで6色セットが買えちゃうようなインクがあるんですけれども、まあね、まあ、インクジェットプリンターっていうと、まあ、最初にまあ1、2万、まあ、ちょっと高いやつだと3万くらいになってくるんですけれど、そのくらいのお値段を出して買った後で、まあ、インクはまあ消耗するものですから、まあなくなったらこう買い足していくようになって思うんですけど、まあ純正品をこうずっと買おうと思っても、まあ結構な維持費になりますよね。なのでまあ、今はもう100円金ショップなんかでも、交換インク売ってますから、そこ行くとまあ、数百円で、まあ、1色分買えちゃうと。まあ、例えば6色セットにしても1000円前後で買えちゃうということになれば、じゃあ、交換インクでいいじゃないかと。いうふうに思うかもしれませんが、まあその互換インクっていうのはね、やっぱり安いには安いなりの理由があって、まあ使ってるうちにですね、だんだんと色が出なくなっちゃったり、かすれてきちゃったりして、まあ最悪の場合本当にその色が、一部の色が全く出なくなっちゃったりするとかいうことがあって、まあその詰まりの原因になることが多いんですね。で、まあこのプリンターもその例外ではない。上にまあその混合して使っちゃってるので、状態は非常に良くないというところだったんですけれど、まあ一応まあテストプリントできなかった場合に備えて、ダイソーと他1店舗の電気屋さんで一応互換インクを揃えてきました。はい、でちなみに互換インクを6色揃えていくらになったかっていうと、ダイソーで、5色黒以外の5色が揃って、まあ、各200円だったんで、まあ、1000円ですよね。でその黒がちょっとあの対応のやつがなかったんで、仕方なくその近所の電気屋さん行って、5回買ったんですけど、それが黒が600円以上しちゃったんで、まあ、インク揃えるのに一応
まあ、1600円くらいかかったわけですけど、まあ、本来だったらね、まあ、1200円くらいで済むところだったんですが、まあ、今回も仕方ないとして、まあ、インクストライドに1600円かかっちゃいましたね。まあ、それで純正品はまあ6000円くらいするので、まあ、当然安くは上がるんですけれども、まあ、さっきの結果を見ての通り、ほとんどまあ色が出ない、まあ、黒はほとんど出てない感じですよね。まあでまあ、ヘッドクリーニングを4回繰り返しまして、まあ、その間に、まあインクを4色交換しました、はい、シアンとイエローとブラックとマゼンタのカートリッジを一応新品に交換しました、はい、そしてノズルチェックをした結果が、はい、こちらですね、まだ若干黒がかすれてる感じはしますけど、まあ、6色ともにこういうふうに綺麗に色が出るようになりました、はい、まあ、その他にちょっとコピーをやってみたんですけれど、これですね、ちょっと見づらいかな、はい、こちらが原本で、こちらが普通紙にコピーしたやつなんですけど、まあそれなりに色はちゃんと出てる感じですね、まあ、やっぱりあの黒が若干かすれてる感じはあるんですけど、まあそれなりに素直な色が出てますね、はい、それからDVD のレーベルのコピーもやってみたんですけど、こちらが原本でこちらがコピーしたものですね、はい、まあちょっと大きさが若干大きくなってはみ出しがちですけど、まあコピーは綺麗にできてますし、まあこのメディアに対する印刷もちゃんとできました、はい、でまあパソコンからのテストプリントも一応やってみて一応出たんですけれども、実際にまあこちらのデータをプリントアウトしてみようかなと思います。データですね、こちらのデータをちょっとプリントアウトしてみたいと思います、はい、というわけでこんな感じでプリンターとできましたね、はい、まあ、こちらのプリンター2012年モデルですけれども、まあ、今回自分が買ったのはジャンク品ショップなわけで、値段が100円ですけれども、まあ、その7年の間にどういう使われ方をしてきたかはちょっと分かりませんけれども、まあ、その使われてるインクを見ればですね、まあそんなに長く使われなかったのかなっていう感じはします。まあ見た目がこう非常に綺麗なんで、あまりこう使い込まれたっていう感じがしないんですよね。まあ、あのヘッドクリーニングだけで、まあ、1回出せることができたっていうのも、まあ、あまり使われてないのかなっていう印象を受けるんですけど、まあ、本当にあの長らく放置されたインクジェットプリンターっていうのは、まあ、互換インクだけに限りませんけれども、まあ、純正のインク使ってても当然あの長く放置しちゃうとこうヘッドが詰まっちゃってインクが出なくなっちゃうわけですけれども、本当に出なくなっちゃうとあのヘッドクリーニングだけでは回復ができなくて、まあ、市販品 の、 あの洗浄液なんかを使ってこのノズルを掃除するようになると思うんですけど、まあ、これはねそこまでいかなくて、済みましたけど、まあ、あの互換インクを使ってはいけないとはまあ言わないですけれど、まあ、せっかく新しく買ったプリンターにいきなり互換インクをこうねぶち込むようなことはまあやめた方がいいと思うんです。まあ、確かに、さっき、まあ、若干、まあ、コピーですけど、あの一応色はまあそれなりに素直に出ますけども、それ以上にそのインク詰まりとかのリスクが大きいです、まあ、特にその保証期間内に使って、もし故障が起きちゃった場合も実費、取られちゃうと思うんですよね、でまあ最近のプリンターはまあそういった互換インクを使おうとするときに必ず、まあ、警告が出るようになってますよね、はい、まずこのインクをセットした後に、
これは従前品じゃないですよというメッセージが出て、その次に、まあ、このインクを使うと、まあ、本来の能力を発揮できないとか、まあ、インクの残量がこう正しく表示されませんよとか、あとは、まあ、まあさっき言いましたけど、故障期間でも故障しちゃったらその修理代は実費ですよというようなこうメッセージが出た後で、それでも使うかいっていうあの最終のね、確認が出ます。はい、それでも、まあ、OK を押せばね、はい、はいの方を押せば使えるわけですけれども、あの純正インクを使って、まあ、長らく安全に使うか、それともリスクを承知で、互換インクを使ってコストダウンを、まあ、優先させるかなんですけど、まあ、自分個人としてはですね、まあ互換インクを使うのはやぶさかじゃないですけど、そのさっきのようにまあこう、ぐっちゃぐちゃにこうブランドを混ぜて使うと、まあ、よりあのリスクも高まるので、まあ、使うなら同じブランドの互換インクを使う。でどうしてもそういうリスクを避けたかったら純正インクを使うと。はい、でまあ、自分も一回、昔使ってたプリンターで、互換インクをテスト的に使ってみたことがあるんですけど、まあ、最初はね、まあこうまあ、きれいに、まあ、ちゃんと出るんじゃないかと思うんですけど、出してるうちにやっぱりそのインクがこう詰まっちゃって、正しく色が出なくなっちゃって、もうその場からもう、純正インクに切り替えて二度とまあもう互換インクは使ってませんね。はい、まあ、プリンターを作ってる会社も、まあ、プリンター本体は、まあ、安く提供して、まあ、インクで、まあ、ちょっと、まあ、利ざやを稼いでるんでしょうから、まあ、そういったその互換インクみたいなものが出てこられちゃうと、そっちを使われちゃうと、まあね、プリンターメーカーとしてもちょっと苦しくなっちゃうので、まあ、別にメーカーの肩を持つわけじゃありませんけど、互換インクは極力使わない方がいいと思いますね。はい、まあ、というわけで、こちら100円で、買ったプリンターですけれども、まあ、互換インクを使って、復活させることができました。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。まあ、今回の動画が何かの参考になればと思うんですけれども、よろしければグッドボタンをチャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストから別の動画をよろしければ見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。